こちらが旧年発酵管ですこちらが水にグルコースと酵母菌を入れたものです。では、えっと、グルコースと酵母菌を9年発酵缶に入れていきます。 そして蓋をします。ここに気体が入らないようにします。えっと。こんな船、ね、あのふわふわの蓋をします。えっとこれグルコースと酵母菌が中に入ってるんで、酵母菌っていうのはもちろんグルコースを分解してエネルギーを得ようとする。もしね。あの酸素がね。たくさんある環境では呼吸によってエネルギーを得ようとするだけど、こんな風に酸素が全然ない。環境ではアルコール発酵を行います。アルコール発酵ね。グルコースを分解して。 でもちろん、ね、あのエネルギーを引き出して、ね、ATP を合成するわけだけどもその時の副産物として CO2、ね、気体上の CO2、ねえー、そしてエタノール、ね、それが副産物として生じますで,で頑張って、ね、あのアルコール発酵を頑張ってやってるんで酵母菌がやってるんでどん,どん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 ここに気体が溜まってきます、ね、この白くなってるところが CO2 が溜まってるところです、ね、どん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  CO2 が溜まっていきますここに メモリが振られて見えるかなこれれメモリが振られてるんでこれ、えっと、どんだけの時間でどんだけ気体がたまったかっていうのを測定できますでどん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 この白い部分がこの白い部分が増えてるよねでどん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 二酸化炭素がたまっていきますでこれこんな風にねあのずっと待ちながら、ねえっと、どんだけ気体がたまったかなっていうのを測定するんですねこちらが、えっと、9年、えー、9年発光管 でしたね。急な発酵缶の使い方でした。どん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 。どん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 。もう溜まってるね。